アイカツフォトオンステージ始めないと血を吸うわよ。はい、というわけでフォト活のお時間です。3月の28日かな、イベントが終わりました。で、ゲットしたフォトをね、今日はドレスアップしちゃうぞ。さあ、これ前回のイベントが、メドレーイベントで、あ、これ3月の30日からまた新しいイベントが始まるんだけども、カオスな匂いがするぞ。すでにカオスな匂いがしている。仮面の下のマスカレード、ね、このメドレーイベントが終わりまして、あれ、なんだろう、プレゼントボックスなんか入ってるぞ。あ、キララちゃんのお誕生日だって。もう日付変わってんのか。はい、というわけで、フォトをどんどんドレスアップしていきたいと思います。まずはランちゃんからいくか。ランちゃん、まずこれ、伝説をこの手に。これはマスカレードのミヤさんがかつて使っていたというマスクだ。イベント会場に展示される予定のものらしい。マスカレードのために作られたマスクは複数あるみたいで、ステージによって使い分けられていたらしいな。仕掛けてみると本当によくできてて、当時の職人の腕を感じたよ。ランさんって感じですね。はい、じゃあまずはこちらドレスアップしまーす。ポチッと。どうなるのかな。なんかすげえセクシーなふわふわがついてたけど。いくぜー。読み込み遅いな。ちょっと調子悪いのかな。さあ、これを5枚ぐらいやるからな、今日な。大丈夫か、持つかな、バー持つかな。いきます、せーの、ドレスアップ。うわっ、すっげえ。でもなんかランちゃんっていうよりもマスカレードって感じの衣装だな。どう、そう思わない？そう思うでしょ。ちょっと見てみようか。スッと。チャンさんどこだ。あ、いたいた。見つめる視線。水木さんが開催したトライスターのメンバーを募るオーディション。その時もこのコーデでイチゴと葵と一緒に歌ったんだ。このドレスでステージに立つと昔を思い出して気が引き締まるな。初心に帰るつもりで今夜は全力のパフォーマンスをお客さんに届けるよ。ドレス、ロマンティックパープルコーデ。さあ、次はじゃあね、まぶしいさんいきましょうか。あ、これまず見せないでね。これもマスカレードの、仮面に隠れたマスカレードの正体はカリスマ性に満ちてとてもミステリアス。長年地下の太陽と呼ばれている私としてはシンパシーを感じなくもないわね。隠れている部分があるとファンはそれを追い求める。私は自ら影となることでみんなに考える楽しみを知ってほしいね。イベントちゃんとシナリオ読んだ人はね、こうひかりちゃんとね、ランちゃんのあの絡みをね、しっかり、今回仮面の下のマスカレードのシナリオが若干カオスだった。はい、ドレスアップします。ドレスアップします。結構仮面つけてたらみんなに正体がわからないみたいな感じだったけど、見てるこっちからしたらバレバレなんだけどさ、なんかこうね、正体がわからない中でこう会話してるから、うわー、あ、色違いじゃん。そういうことか。このドレス着て踊ったのかな。これ見たいな。こうランちゃんとひかりちゃんがちょっとね、同じステージで1曲やったっていう話だったんですけど、あー、いいね。ランとステージに立つのはこれで何度目かしら。永遠のライバルである私たちが今夜限りはデュエットのパートナー。結構なことね。私たちはお互い認め合っているからこそ背中だって預けられる。見てなさい、これがスターライト学園最強セクシーユニットのステージよ。いいですね、いいですね。ちょっとランちゃんもう一回見とく。葵ちゃん行こうか。葵ちゃん、これ多分あれなのかな、いちごちゃんとあれになってるのかな。このコーデはスプリングコレクションのレアカード。中学2年生の時、織姫学園長からいただいたアイカツカードなんだ。後輩のためにいちごとランと3人で先生になって授業を開いたんだっけ。そのご褒美にと私たち全員がレアコーデ1着ずついただいたのよね。そんな話あったな。あったよ、これね。はい、ガラスのメモリー。さあ、ドレスアップしましょう。ポチッと。いちごちゃんは、あ、そうか、いちごちゃんはあれだ、みずきさんと同じあれなんだ、シナリオでさ、そのマスカレードとみずきちゃんといちごちゃんが4人でステージに立ちますよみたいな、ね、あれがあったから、そういうことか。あおいちゃんは何やってたんだろう逆に。お、マスク、いいマスク持ってますね。へえ、なんか見たことある気がするな。カレードスコープ的なカレードスコープ味を感じる。あ、これだ。憧れのポーズ。これはマスカレードの姫がステージに登場するときによくとっていたポーズ。バタフライの両刃とも言われていた2人にぴったり。一心同体って感じのポーズね。マスカレードの振り付けは確かジョニー先生が担当していたらしいけど、こういうポーズも先生が考えていたのかな。やっぱあれじゃん、いちごちゃんとあれしてるやつじゃん、これ。さあ、じゃあ、お母さん、うわーうわーって言っちゃったよ。思いやる眼差し。アイドルたちが仮面をつけて参加するマスカレードフェス、とっても面白いイベントになりそう。私はアイドルからお弁当屋さんになったけど、姫はこうして日々いろんなことを企画してアイカスカを盛り上げているのでね、今晩はそのお手伝いに私も参加させてもらおうかな、というわけで。ああ、これが2児の母親ですよ。もうやばいもん、動揺しすぎだな。ドレスアップ後がやばい。これはまた姫と宮でこう並べて画像ボンと出しとくから。さあ来い、さあ来い。ロードが長いな。来た、いきます。ドレスアップ。セクシー、セクシーだな。やばい。ちょっとお母さん、うわ、いいね。アイドルのオーディション会場で私は姫と出会った。その歌声を聴いて私は一瞬でその虜になったわ。合格した帰り道、一人であの子とユニットを組んだらどんなに素敵だろうって考えてた。だから姫に呼び止められた時は感激で胸がいっぱいになった。いいお母さん、いいよ、すっごくいい。はい、じゃあ最後、今回のイベント、メドレーイベントの最後ですね。こちら、北王子さくらさあ、セクシータイプの、あーだね。おお、いくぜ。藤原さんが足しげく通うというこちらの古民家風カフェ。なんでも以前大空さんたちが藤原さんのために作った抹茶パフェを再現しているらしいのです。なんとこれは大変素晴らしいですね。あら、何だかここにあったクッキーが減っているような。おや、誰だつまみ食いしたの。ああ、いいですね。こういうの好きな人にはたまらないんでしょ。うん、たまらん。さあ、ドレスアップしましょうか。うわ、来たよ、この目つき、たまらん。みやびちゃんもね、さくらちゃん、これつながるフォトだから、つなげちゃうから。今回結構つながるフォトばっかりだな。いいと思う、こういうのね。やっぱね、こう揃えるとね、やっぱこう満足感というかね、そういうのがすごくあるからね。やっぱ頑張っちゃうんだよね、フォト数。さあ、いきます。ドレスアップ。あ、三味線。あ、そうだ、三味線だよ。俺だ、みやびちゃんのフォトのボイスでも三味線言ってたもん。うわーお、やばい。いいね。あれ人殺せそうだな。仕込み刀っていう、仕込み刀なんだっけ、ついてそうだな。セクシーのフォトのプレミアムレアがだいぶ充実してるんだよね。よいしょよいしょ。なでしこの音。藤原さん、実に見事な日本舞踊ですね。とても優雅で美しい所作です。しかし私も歌舞伎の名門、北大路家の人間。藤原さんの舞踊に負けない音をこの三味線で奏でてみせましょう。北大路さくら、甘いにます。はい。さすがプレミアムレアだな。やっぱプレミアムレア違うな。というわけで今回は、仮面の下のマスカレード、メドレーイベントで手に入れたフォトをドレスアップしていきました、3月30日から始まるイベントも頑張っていきたいと思います。それではまた次回、バイバイ。